奈良公園の西、近鉄奈良駅からすぐの場所に伽藍を構える興福寺。奈良時代に藤原不比等が一族の氏寺として創建し、その後も名門藤原氏と共に栄えた名刹です。平安時代以降は藤原氏の氏神である春日大社と一体化。その力は大和国一国を支配するに及び、京都比叡山と並んで南都北嶺として朝廷からも恐れられるほどの権勢を持ちました。今も全国的に有名な膨大な数の寺宝を伝える寺として知られています。こちらはかつての食堂跡に昭和34年に建立された国宝館。平成29年の耐震改修工事を経て現在の姿となりました。全国的に有名な仏像の一つ、阿修羅像。三面六臂という異形でありながら均衡の取れた体躯、何より神秘的な表情が昔から多くの参拝者を魅了してきました。こちらは明治初期の阿修羅像の写真。6本の腕のうち前右手、奥左手の肘から先が欠損していたことがわかります。明治時代、現在の文化財修理の基礎を築いたといわれる新納忠之助により修復され、現在の姿となりました。興福寺の伽藍の中心、中金堂。奈良時代の創建以来、何度も焼失、再建を繰り返しており、江戸時代の7度目の焼失後は仮堂が建てられたのみで、中金堂再建は長く興福寺の悲願でした。7度目の再建がなったのは平成30年。楽慶法要は10月7日から11日の5日間にわたり、延べ1万5000人の参列者を迎え盛大に営まれました。もう一つの興福寺のシンボル、五重の塔。こちらも5度焼失再建を繰り返しており、現在の塔は室町時代の再建です。令和4年から明治34年以来、およそ120年ぶりとなる大規模修理が行われます。